やあ、イケボのイケメン、みんなの勇者だよ。今回はこのお野菜、そしてこのバジルの何かを使ってパスタ作っていこう。まずはびちょびちょにしちゃうよ。はい、ちょうどいいくらい。さて、まずはエリンギ切っていこう。こうやって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 、そしてこう、こんな感じでいっぱい切っていくよ。さあ、切ったらこうやっておし、ガーリックと塩のやつすぐジャストフィットしちゃうんだよね。なんか最近ね、なんか知らんけどね。まあとにかくこうやってエリンギにお塩フリフリし終わったんだ。今度はこのガーリックオリーブオイルをブワーって感じでかけて、レンジで2分チンチンしよう。ボルケイン、チンチン完了と。リンギは2分チンして、キュウリはまだやってないよ、何にもね。というわけでトメイトを剥いていこうね。うまくいかないんだ。なんか予想以上にうまくいかないんだ。この包丁切れないな。おかしいな、買ったばっかの頃は切れてたはずなんだけど、どうしちまったんだ。まあとにかく下手取ったからね。下手こいったって、ラサラサピーヤー。さあ、いやにしてもほんとコンビニでお野菜が買えるようになったからね、助かるよね。まだ伊藤洋華堂はね、ジャスコはね、トイザラスはまだ行けないからね。トイザラス野菜売ってんねえか。あの赤ちゃんちゃんかちゃちゃんちゃんちゃんの食べるものしか売ってないか。なるほどね。ちゃんちゃかちゃんちゃか、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、みんなや。もういいや、疲れた。さあ、トメイトにお味付けをして、もう一回チンチンするよ。まあ要はエリンギは4分間チンチンしたことになるよね。合計でね、足し算が合ってればね。このバジルが一袋で2人分なんだって。ちょっと予想外だったね。でもまあ濃くて困ることはねえからね、かけてこうね。うん、ウェーイ。よし、いいね。なんで緑なの。いいのか、緑か、緑なのか。なるほどね。そういえばなんかこのバジルあんまり頼まないからね。うん、ちょっとドキドキするよ。抹茶の味がするのかな、知らんけどね。ちょっと硬いね。あのちょっと待ってたからちょっと硬くなっちゃったけど、こうやってほぐしていけばね、すぐなんとかなるからね、問題ないね。知らんけどね。これ2つ分のソースだから味濃くなっちゃうとあれだから、きゅうりはそのまんまの感じで添えていこうかな。というわけでできたよ。トメイトとエリンギの残り汁をおきゅうりにかけてみたから、一応ねちゃんと味はするからね。さあ、この2倍ソースのバジラ、美味しいかな。まずは君に、あーん。どう、美味しい。僕も、うん、ちょうどいいね。うん、すごくちょうどいいね。2倍でよかったね。リンギもね、食べちゃうね。うん、うん、いいね。塩味がね、トメイトも食べちゃうね。うん、いいね。塩味がね、うん。おきゅうりはどうかな。うん、薄いね。うん、薄いよ。うん、そして残ったやつサラダにしてみたんだけど、こっちは味ねちょっと濃いめにしたからね。うん、さあ、おサラダバーベキューを、あーん、どう、ヘルシーヘルシー、おいしい、僕嬉しいみたいな、そういう雰囲気をね